リニア新幹線のトンネル工事が自然や生物に与える影響を議論する国の有識者会議が今日開かれ、静岡市の認識についてヒアリングしました。3回目となった今日の会議には、リニアのトンネルが通過する静岡市の担当者が招かれ、南アルプスの保全方針や取り組みについて説明しました。この中で市の担当者は、トンネルの掘削が大和イワナをはじめとする大井川上流域に生息する生物にどんな影響を与えるのか、掘削で出た土の影響がどれだけあるのか懸念があり、さらなる検討が必要との認識を示しました。これに対し委員からは、 JR や市が所有する調査データをどのような視点でどう活用していくのか、有識者会議の場で議論する必要があるといった意見が上がりました。なお本日は参考資料、これから単なる論点整理じゃなくてですね、どういう論理展開あるいは議論の展開をしていったらいいんだろうかというところが詳しくこれから意見交換されるんだと思います。有識者会議は今後も関係者へのヒアリングを進めるとともに、現地調査も実施し、議論の軸を整理する方針です。